販売中の商品も実際に手に取って見ていただけるので、ぜひ来ていただけたら嬉しいです。ぜひ大阪にも来てほしい。もうそうですよね、すいません、ちょっと今回は東京だけなんですけど、ぜひぜひまたいつか大阪でもできたらいいなっていう気持ちはあります。ワンピカワエありがとう、イエーイこれも頑張って一から作りました頑張りました、イエーイ。冬、握れますか？あー残念ながらちょっと握れはできないんですけど、すいません、ちょっとそういうのはまだやっていないんですが、すいません。でも実際にそうやってお店で見ていただく機会があまりないので、ちょっと来ていただいて実際に手に取っていただけると嬉しいなと思います。うにゅうにゅです。ちなみになんですけど、今回とっても豪華なノベルティがありまして、まず第1弾、一つ目が2万円以上ご購入の方にはランチナムの特製のトレカがセットで、ランダムで特製のトレカをセットでランダムで伝わってるかな、これ合ってますよねランダムで皆さんにお渡しします。ランダムです、セットです全部で3種類あります。セットでランダムで3種類をランダムで皆さんにお渡しします。そして何よりもう今回の特別な、もう超豪華ノベルティとして、こちらのランティナム時計を3万以上ご購入の方に、こちらももうポップアップ限定で作りました。この実はランチナムって、あの時計が象徴になっていまして、何時のお洋服っていう、その時間帯に合わせたお洋服の作り方してるんですけど、だからやっぱなんか時計は私たちランチナムチームにとってはすごい大切なものなので、ついに作っちゃいました、イエーイ目覚まし時計？目覚まし時計です目覚まし機能もちゃんとついてます。この色味もとても可愛いんです。なんかお部屋にポンってあって、なんか存在感もあるけど部屋に馴染むような色合いにできたらいいなと思ってこの色にしました。ぜひこちら3万円以上ご購入の方にプレゼントしていますので、ぜひゲットしてください。特別です、これはもう超豪華、よっこいしょです。じー、メンズありますか？メンズ、そうですね、メンズの商品というか、あのなんかユニセックスの商品があるので、メンズの方でも着ていただけるお洋服はあります。色は一色展開かな、これですか、ノベルティ？ノベルティはちょっと一色、こちらの時計は一色展開でございます。一色だけです、これだけです。みんなめっちゃジーってめっちゃ言ってくる、お、スカートとパーカー狙ってます。お、嬉しい。スカートめっちゃ大革ですよね。大革ですね。大革すぎてもう本当にみんなで沸き立ってました。かわいいって、もう本当踊り狂うぐらい可愛かったんで、ぜひゲットしてください。すごい、その洋服 AKB の推しメンにプレゼントしていいですか？嬉しい。ぜひその推しメンさんも来てくれたら嬉しいです。プレゼントしてください、絶対似合う。リンゴが飛び出す目覚まし、あー、そこはちょっと曖昧にしておこうかなそこはちょっと曖昧にしておきます。お、仕事しながら見てます。頑張ってね、お仕事、お仕事の人も学校の人も頑張って。
身長150センチないちびちび彼女に似合うものありますか？おお、でも結構その低身長さんでも着れるようなお洋服をたくさん用意しているので、今回はでもあのパーカーとかもあって、それがユニセックス商品でこうやってペアで着用していただける商品もあるので、ぜひ彼女さんとペアで着ていただけたら嬉しいなと思います。洋服どこで見れる？ぜひこの今日の8時にチケットが販売のポップアップストアでは直接ご覧いただけますし、あとは公式ホームページだったり、あの公式のインスタ、公式のあのランチナムの公式のインスタの方には商品続々と載せているので、公式のホームページの方は販売になってからかもしれないので、インスタが一番早めに見れます。ぜひそちらご覧ください。じーりお、ポップアップ限定のニット狙ってる。おお、嬉しい。あの色をすごいね、絶妙に悩んだやつなので、ぜひ来てください。嬉しいです。バーイ。お、こちらです。ポップアップ限定のニットこちらです。わー、イエイイエイイエイエイイエイエイ。とてもなんか使いやすい色味かなと思うので、この下何色のスカート合わせても着用できるので、すごいなんか一冬めっちゃ使いやすいかなと思いました。あとここのジッパーのここがランティナムのロゴになってるんですよね。これも今回特別に作っていただいて、特別なのでぜひ着てください。キャン。肌触りもとてもいいです。ベージュの色味になっております。これと白のスカート絶対合う。あ、嬉しい、ありがとうございます。下が黒でもいいね。お、さすが。そうなんですよ、下は何色でも合うように、やっぱなんかそのランティナムのお洋服でコーデ考えた時に合う色がいいなっていうことで考えたので、白でも黒でも合うと思います。ぜひゲットしてください。です。お、青いカーディガン欲しい。おー、青いカーディガンもぜひゲットしてください。というわけで、じゃあ皆さん、この後もお仕事だったり学校だったり、何もない人も人生生きるの頑張ってください。じゃあまた、さよなら。